そして今エスパルスのキックオフで45分が始まっています。後半です。1点もいます。エスパルス、はい、面白くなりますね。かなり激しくなると思いますね。はい、メンバーの交代はありません。右サイドからこれはタッチを割っています。大江の木は今シーズン2ゴール決めています。まあ、この人あたりが随分精神的な支柱にならないといけませんね。そうですね。それとやはりね、ロングシュートがいいもの持ってますからね。はい、一時高校で、ね、代表の選手になりましたからね、大江の木選手も。そうですよね、はい。まあ、途中故障で泣いた時期もありました。ただ、ね、人がいいんですよ。ああ、そうですか。それはプレイヤーとしてはいいんですか悪いんですか。まあ、むしろマイナス面の方が多いですよね。優しすぎるんですね。なるほどね。自分をもっとむき出しにしてもいいと思うんですけれどもね。やはりワールドクラスのプレイヤーを見ておりますと、その意味では人が悪いですよね。そうですね。顔もこういかついですよね。そうですよね。俺がという感じで ね、まあ、それがいいんですけどね、はい、個性ということになるんでしょうが、むしろはい、ジョーなんかはそっちの方ですね。あ、なるほど。さあ、オッツェ抜かれません。オッツェ抜くことできない。あと沢登り、後ろから倒されました。リトバルスキー1点を追います。エスパルス、今日の解説はジェフ市原アドバイザーの前田秀樹さんです。雨はすっかり上がりました、国立競技場。そして前半終わったところでサンフレッチェが0対2とリードされています。それを知ってのエスパルス、逆転優勝に向けてもう一つも落とせない崖っぷちに立たされています。チーム状況でも、はい、ジェフは徐々に上向いてきましたね。そうですね、戦力が整いましたしね、はい、怪我人も戻ってまいりました。ジョーが帰ってきた、宮沢ミッシェルが帰ってきた、そしてパベルがおります。エチゴ、これはエチゴスピード乗って折り返した。このボールはどうだ、ジョー。さあ、カットする小屋。あーっと、これはエスパルスボール。倒れているのは大江の木、うずくまっています。あー、大江の木と真中。しかし後半のこの時間帯の動きは非常に両チームいいですね。動きがかなり激しいですよね。はい、それから今日ゴールを決めたジョー、いや実は試合前、清雲監督がね、はい、ジョーにつまり状況の判断が素早くできるかどうかにかかってるんだ、もう技術的なことはもう一切言わない、その状況判断の速さを要求したいって言ってました。まあ、そういった意味で1点なんかまさしくその状況判断の良さですね。はい、どんな形であれとにかく速い判断、そして必ずストライカー、フォワードは枠の中に入れるんだ、このようにジョーは語っていました。レオン監督がかなり鼓舞しています。さあ、この位置、サマノボリ、チャンス。後半の8分、サマノボリ、カーブかかってヘディング、ゴール右、かなり大きく外れました。長谷川、今のもいいボールだったですね。はい、サマノボリのね、かなり低くて速いボールでしたね。カーブはかなりかかってますからね。かかりましたね。ただミッシェルが体を寄せてましたからね、自由にさせなかったですね。ミッシェルが10試合ぶりに先発出場、この人が帰ってきたのは大きい。あー、これは今ミッシェルの遅延行為ということなんですか。そうですね、遅らしたっていうようなあれですね。イエローカードが出ました。まあ、非紳士的行為ということになります。まあ、この時間帯ですからあまり遅らしているような感じじゃないんですけど、ね、はい、と思うんですがね。今の主審の判断では遅延行為に当たっています。さあ、長谷川、もうとにかくこの長谷川、何度か突破を試みますが、ゴールの右外れています。これはコーナーキック、ディフェンダーに最後当たりました。まあ、本当にね、はい、エスパレスはこの長谷川のところに行ったのはやはり怖い、まあ、それが一つのチャンスらしいチャンスですね、今のところは。はい、それとやはりこのコーナーキックですね。さあ、オレンジのサポーター一色の向こう側、コーナーキック、沢登り蹴ってファーサイドでキーパー飛び出してチャンス、シュート打てるか。エスパルス、長いボールになった、ゴール前、ようやくディフェンダーがクリアしました。危ないところ。さあ、ジョー・ショージ、その前に
今ね、はい、長嶋がですね、はい、突っ込んで、まあ、足を上げてね、行きましたね。あ、そうですか、これはちょっと危険なプレー、危険なプレーですね、はい、ファールということになりますが、ご覧いただきましょう。それにしてもキーパーが飛び出す、そしてここですね、ロビングボール、これ足上げていきましたね、はいはい、危険なプレーですね、はい、ただ今のようにですね、太田やはりあのキャッチングするのか、今のはパンチで逃れた方が良かったですね。そうですね、国立競技場からお送りしています。ジェフと市原、1対0ジェフ市原がリードしています。この放送は国立競技場からお送りしています。さあジェフは一転してチャンスになって、左サイドオッツェ、マークは1人、オッツェが自分で切り返す、折り返した、コーナーキック、よく中村がつきました。今シーズン初出場、今のも、はい、あのビトバルスキーからのパスですね、よくやはり周り見えてますよね、うん、はい、さあ後半最初のコーナーキックのジェフ、リトバルスキー左からになります。どこを狙っていくか、ファーサイドに宮澤ミッシェル、練習ではこのミッシェルをかなり使っておりましたが、正面でパーベル、ボレー、今のも意表を突くようなパスですね、意表を突きましたよね、そしてまたパベルがフリーになってね、いい感じで打ったわけですが、この辺は非常にアイデアが豊富ですね。そうなんですね、それも狙ったところを実に見事に正確にいきますよね、はい、最後ボレー、沢登りからというボールだったんですが、さあエスパルスメンバーの交代がありそうです。どうやら岩下がアップしています。メンバーの交代がありそうです。やはりここでね、岩下のコーナーに一発っていうんですかね、はい、どうやら岩下が出てまいりました。さあプレーの始まっています。スローイン、エースパルスが押しています。沢登り、沢登りキープしていく、マーク2人ついて沢登り、深いところ倒れた、ノーホイッスル、もう一度2列目になりました。さあジェフカウンター、早い展開が見たい、チャンスですね、チャンスですね、右サイドスーッと流したボール、いいぞ、抜けたジョー、あーキーパーだ、ジョーが抜けた、今のも早かったですね、早かったんですが ねキーパーのシジマールのところまでボールが行ってしまいました。さあエスパルスメンバーの交代がありそうです。どうやら長嶋に変えて今岩下が入ります。これをどうご覧になりますか。いや、 やはりね、今までの仕事を見てましてもね、はい、やはりちょっと長嶋も動き重たいようですよね、そしてボールに触れる機会が少ないですね、ジェフボール、まだ手元の時計では後半の15分30秒、時間は十分あります。それと岩下はやはりね、強引でね、はい、ドリブルも速いですしね、そういった意味では、1点、はい、勝負ということでレオンは出したと思いますね、さあどうだ、これヘディング、リズムを変えにかかりました。レオン監督、岩下投入、長嶋を退けています。さあ変わるかどうか、この今のリプレイをご覧いただきましょう。やはりいいボール蹴りますね、はい、そしてコーナーキック、キーパーに近いところに越後、さあどこを見るか、リトバルスキー、パベルがフリーになっているが、今度はフォーサイド、キーパー弾いた、ずいぶんこのミッシェルのヘディングを練習では多投してましたね、はい、かなりファーサイドを狙いましてね、もうねかなりね、はい、ニアサイドはね、みんなもケアしてますからね、そうですね、集中力が高いところなんでね、はい、今度はパウエルが蹴ります。さあ今度はどこを狙うか、オッチェの位置はちょうどペナルティエリア、今ファーサイドに流れようというところです。そのオッチェか、いや違う、リトバルスキーまでボールが来ました。落としたボール、長谷川健太、前に1人、さあ健太の突破、健太キープしていきます。前に出した、いいぞ、これは沢登り飛び出した、いい判断で太田、今のもね、はい、太田いい判断しましたね、はい、全く今沢登りフリーでしたから、そうでした、沢登りがいい感じで飛び出しました、その前にゴールキーパーの太田、ボールをカットしています。さあ1点を追うエスパルス、サポーターの大歓声に乗ってボールを今中に入れました、大江の木、そしてキーパーです、
落ち着いています。今シーズン初出場の太田、同年齢の下川には負けたくないライバル意識があります。太田、下川は今日故障のため欠場、大事を取っています。一方のこちらシジマール、どうも本来のものではありません。さあもう一度、今度はジュフがカットした。岩下投入、リズム変わるかエスパルス。手元の時計で18分、中に出たヘディング、今ミッシェルがカット、13番が岩下。ここでちょっとジェフがね、はい、苦しいですね今の、ここで一回大きく逃れた方がいいと思いますね、はい。サードだ、フィニッシュまで持っていけるかエスパルス、ドリブルで持っていきました。これは危ない、カットしてエスパルス、粘って山田前に出す、オフサイドではありません。さあいいセンタリングを上げられるかどうか、ここでクリア。そうですね、今のようにね、ああいった攻められてる時に一回タッチに出した方がいいですね、はいはい、ここでもう一度マークを確認すると、はい、ちょっとあのクリアが小さくて、そうですね、混戦の中もう一度攻め立てられましたからね、はい、さあこれで少し落ち着きました。ディフェンスラインこのセンタリングをなかなか上げさせないというのが非常に重要なことで、よく今マークがついてますよね。そうですね、沢登り1点を追いますエスパルス。ロングスローになりました。ボールが手につかなかったところがシボレー、キーパーに直接行きました。もう一つ何かが足りないですね。しかしいい感じでした。太田もですね、はい、今もう一度ねゆっくりと上げさせた方がいいんですね。上げさせてキックした方が良かったですね、投げるよりも、はい、さあトニーニョ、ここは見どころだ。センタリング、さあどうだ、レイティ、この人がジョー、ここでキープですね、はい、これでいいですね、下げる、ジェフはこれで立て直し、はい、小屋、そうですね、はい、いいボール出ましたね、はい、これがその記憶も監督のサイドチェンジ指示通りでした。さあもう一度押し上げます。影山から右サイド、ここには木澤がいます。オーバーラップをかけます。木澤が入ってからというのはやはり昨シーズン、今シーズン随分変わりがあるようですね。あのね、もともと木澤っていうのはフォワードの選手ですね、ですから、サイドからのオーバーラップっていうのはやはり彼が上がってくると嫌ですよね、相手チームを取りましたね、はい、早いですよね、早いんですよ、残り時間が25分、エスパルスがパスをつなぐ、裏を抜けない。しかしリズムがいいんじゃないですかエスパルス。そうですね、ただここからむしろ流れがまたジェフにする可能性ありますね。なるほどね、はい、押し込んでいました。しかしジェフがボールを取っています。そして囲まれましたが、ボールが来た、ジョーが一旦戻す、小屋、ここまで上がっています、ここまで上がっている、あー立ち寄った、得点は1対0。一度タッチに逃れます木澤。両監督ともに立ち上がっています。やはりねこの1点の差っていうのはね、はい、もう本当にどっちに向くか分かりませんからね。そうなんですよね、これはもう監督としてはいても立ってもいられないでしょうね、はい、で次の1点というのは例えばエスパルスが取りますとこれムードがギャラッと変わりますからね、変わります。さあ右サイド、もうすでにエスパルスのサポーターたちオレンジ一色でありますが、とにかく凄まじい応援を続けています。残り時間が20分、エスパルスボール持った、ペナルティーの中で転倒、倒れたのは長谷川健太。しかしあのスピードはなかなか止めることができないんですね。
この位置からのフリーキック、これは直接フリーキックになります。これは嫌なところですね。はい、もうこれ影山がああいう止め方しかできないですね。あれもうあれでしなければ、もうゴール前まで行きましたからね。そうですね、はい、さあこれは絶好のチャンス、エスパルス角度のないところでありますが、沢登り壁が3枚できています。その壁の上ファーサイド流れた、ゴール、トニーニョ同点。いや今のですね、これはねハンドだと思います。あ、その前にこれは、ジャッジメントがハンドだと思いますね。はは、あのトニーニョがあの手で多分なら入れてると思いますね。主審の今田中健二さんがハンドリングのジャッジメント、今のリプレイをご覧いただきますが、トニーニョのこのハンドよく見ておりました。田中さんよく見てましたね、はい、ただこれはノーゴール。ただ今ねトニーニョはハンドしなくてもやられてたパターンでしたね。そうでしたね、ですから慌てることはなかったんですね。ですね、トニーニョ競り勝ってましたからね、はい、でもえい、今のトニーニョのプレーは警告に等しいですね、はい、そうですね、はい、これは本当にっても、ね、レッドカードが出てもおかしくないですね。今警告も出ておりませんがハンドリング、はい、ノーゴールということになっています。レオン監督がしかし今すごい競争でね、もったいないですね、何事が起きたんだっていう感じで出てきましたが、ノーゴールで1対0、ジェフリードは変わりません。さあまたチャンスを得ました。先ほどは惜しいプレー、ゴール前沢登り、今度は逆サイドからになりますが、壁が2枚、沢登りカーブかかって今度はどうだ。いやしかし前田さん、はい、惜しいですね、トニーニョ。そうですね、やはりね苛立ってますよね。苛立ってるんですね、本来のものじゃないんでしょう、それはね、やはり自分に対しても苛立ってる面があると思いますね。そうですね、そしてあのディフェンダーのミシェルがもうハンドだっていう指示をする前にも主審があれはハンドでファールっていうふうに言いましたね、はいはい、そうですね、さあ沢登り中に入れた、ヘッドシュート、今度は左、運もないかエスパルス。今のはいい感じで言いました。実にいいタイミングでね、ヘディングしましたけれどもね、ただスタンディングでしたのでね、はい、勢いはちょっとなかったですね、はい、しかし沢登りがいいところに上げてるんですよね、はい、ゴールの左外れています。1対0変わらず。さあ手元の時計まもなく30分、残り時間が15分。あーっと足を滑らせた健太、場内がわーっという悲鳴。今のもね、はい、滑らなければちょっと危なかったですね、はい、そうなんですね、ちょっと今ジェフは苦しいですね、苦しいですね、まあしかし先ほどのトニーニョの、まあ、ハンドがありましたが、はい、それ以降もずっとエスパルスが押しています。怒涛の攻撃は続いています。まあここでね、ゴール、はい、やはりジョーが起点にならなきゃいけないですね、はい、むしろジョーにボールが集まればいいんですけれども、はい、さあ沢登りコーナーキック、ファーサイドです、かなり長いボールになりました、ヘッド落とした、2列目がありそう、大榎並、オフサイドラインを見ながら、あっと浮かしたボール、このボールがですね、はい、ここでオフサイド、今のボールがもう少しクリアがね、大きければいいんですけど、ジョーの方に行けばいいんですけれども、ちょっとクリアが小さいですね、ジョーに渡せばもう絶好のカウンター、そうなんです、はい、もう全員が押し上げているエスパルスにとってはジョーは裏を突く格好になるわけですから ね、 そうですね、なんとかあの最前線のジョーに合わせたいんですが、とにかくここはしのぎどころ、両監督のこのスタンディングポジション、一つの山場ですね、山場ですね、両チームともに疲れてきました。それもそのはず、この5分間この10分間というのは怒涛の攻撃、エスパルス、なかなかボールを支配できなくなりました。この時間帯ジェフ、太田前に送ります、ここでカット、ようやくジェフボールキープしました、中へリトバルスキースルー、
今度エスパルス、もう一度なんかはい、両チームともね、ちょっと雑ですね、プレーが。そうですね、あそこでしっかりとやはりキープなり、あるいはパスができればね、リズムも違ってくるんですけれども、ね、はい、ちょっと単調になってきましたね、ですからいわゆる逆サイドには例えばオッズあたりが空いてるわけなんですが、そうですね、誰もルックアップしてそこ見ないんですね、はい、まあ、一つのね、本当に周りが見れればね、はい、いいとこ出ればチャンスなんですけれどもね、はい、局面打開になるか、オッズに来ました、ボールが流れてうまいところに来た、今のエチゴの動きはいいですね、いいですね、はい、ああいった動きが出てくるとね、違うんですけど、実にエチゴらしい動きではあります。さあトリニオワンタッチ、長谷川が走る、そして折り返した、いいボールだ、シュート、あーゴール左、ちょっと危ないか、沢登り、いい展開でした。そうですね、ここでね、もう少し左足を抑えることができましたら ね、しかし実にいい展開、早かったですよね、やはりね、長谷川ね、裏を取らしたら早いですよ、早いですね、さあジェフがボールをキープしました、エチゴです、右サイド、木澤がオーバーラップ、木澤を使えばいいですね、はいはい、そしてセンターリングできればオッツ、そしてジョーがいるぞ、中でパベル中央、ああいいサイドチェンジでリトバルスキー、トラップ大きいが右手が持ってシュート、ようやくシュートを打ちましたジェフ、これでしかし流れが一つジェフですね、ほっとしましたね、今まで少しね、エスパルスルペースですからね、はい、こういった時にやはりシュートを打つっていうこと大切ですね、はいはい、クロスバーの上を越えましたが、ようやくジェフ一度エスパルスの流れを寸断しました。レオン監督はかなりフィールドの近いところでこの戦況を見つめます、それもそのはず、この時間帯はエスパルス、おっつ抜けた、おっつ抜けた、おっつシュート、あー惜しい、ゴール左ポストに当たった、まあ外側ではありますがオッツ ね、しかしね、やはり得点王だけありますよ、はい、素晴らしいシュートですよね、この人の左足は絶品です、もう本当にボール1個か2個分ぐらいですね、そうでした、はい、いやいやアウトサイドだったんですが、ね、カーブかかればね、そうですね、えぐったシュートになったわけでありますがオッツ、やはり左足は強烈ですね、そうですね、この人の左足、前半は右に集まりました、なかなかオッツらしいシュートというのは打てなかったんですが、後半ようやくオッツらしい動き、そしてシュートがありました、残り時間は11分です、若干のインジュアリータイムがあるとは思いますが、残り時間11分、さあパンチング、エスパルスカウンターになった、面白いぞ、オフサイドではありません、狙いはいいですね、いいですね、今逆サイドのエチゴのところへパスをしようと思ったんですけれどもね、はいはい、しかし今太田のパンチは良かったんですね、はい、さあもう一度オッツェリトバルスキー、この外出れば面白いですね、はい、そのお話通りボールが渡って今エチゴ中に入れました、丁寧なボールを入れましたがこれはクリア、そして沢登りがキープ、今度は長谷川健太にボールが来る、これが怖いんです、長谷川のこの突破、そしてこのスピード、長谷川切り返して切り返して、まだドリブル、中に入れる、まだ長谷川ディフェンダーに当たって、もう一度これはエスパルスだ、ヒールで合わせる、パベルクリア、なかなかパベルが守りますと敗れません、よく帰ってますよ、帰ってますね、今日のパベル運動量が衰えません、そして90分間心配されましたリトバルスキーも衰えませんね、はい、さあ中にいったクロスのボール、ジェフチャンス、逆サイドにはジョーがいますが、その前にボールは向こう側タッチ、オッツェ下がね少し濡れてましたんでね、はい、少しボールが速くなりましたね、はい、しかし攻守の切り替えが速くなりました、この時間後半の36分を過ぎています、ちょっとやはりエチゴがね、はい、やはりいい動きしてますよね、ボールをやはり落ちたボールを必ず拾っていくと、うん、こういった動きってのは大切ですね、はい、エスパルスが今ボールを取りました、大江の木、そして中央沢登り浮かしました、ここは山場、レオン監督、ここは山場、得点差わずかに1点、
ジェフボール、倒れたのはジョー。なんかこう見てますと両監督がね、はい、かなりあの厳しいですね。そうですね。これは記憶も監督にとっても勝負ですもんね。そうですね。さあでチャンス、フリーになってセンターリングクロスのボールはあーっと長い。かなりディフェンスラインがスーッと後ろまで下がっていきますので、あの中盤は自由に持てますからジェフは ね、 ね、かなり正確なセンタリング、あるいはクロスが上げられますもんね、はい、ただ今のね、膝はもう少し勝負してもいいですね。ああそうですか、ね、あそこから上げるんじゃなくてですね、やはり 足が速いですからね、はい、あそこで勝負できるんであれば面白いですけどね、はい、かわしました。いいパスが渡って長谷川です。いやしかしミッシェルがよくカバーしましたよ、よくやはりね、スペースをよく消してますよ、うんうん、ミッシェルどうでしょうか、ちょっと痛そうです。ようやく復帰しましたミッシェルでありますが、まあ、右ふくらはぎの打撲で治療中だったわけですが、今日は元気に出場、ね、はい、これもね別に長谷川ね、スライディングする必要はないんですね、相手がもうクリアで逃げるしかしょうがなかったんですけれども、ね、うん、はい、あそこでスライディングしたおかげでファールもらいましたね。そうなんですね、助かりましたね。そうでした、残り時間が7分です。エスパルス再三右サイド、そして長谷川にボールを集めて長谷川の突破、ホイッスルが鳴っています。エスパルスいいところでフリーキック、直接フリーキックになりますが、もちろん沢登りが蹴るでしょう。右45度沢登り、トニーニョはかなりファーサイドディフェンダーと接触してその中にいますが、ヘディング、山田2列目の押し上げ、クロスのボールが入ったス、サードだ、シュート打てない、もう一度トラップしてシュート、キーパーです。これは正面キーパー、最後ボレーは力なく太田すっぽり入りました。大えのきですか。そうですね、左足ですね、あこの空振りは危ないぞ。もうあの、はい、エスパルスのディフェンダーは余裕がないですね、しかし前半に比べてようやく形らしいものができました、はい、それはやはり長谷川が起点になっています。その長谷川にもう一度集めたい右サイド、今のはね、ジョーはもう一度壁パスをするような格好しましたね、自分であの振り向いてシュート打とうと思ったんですけど、あなるほど、ね、ちょっとミスしましたね、オッツェクロス、あっと流れた、今のはオッツェジョーというラインでしたが少し流れました、はい、しかしジョーのポジショニングはいいですね、ちょっとあの18歳とは思えませんね、はい、フェイントをかけながら自分で一番面白いところを狙っているというジョー。ゴールの前に行った時には何を考えますかという質問に、面白いところはどこかっていつも探してます、それだけです、こう言っていました。まあ、それをね、周りのそのサポーターがね、はい、やはりそこをきっかけを作ってやらなきゃいけないですね、はい、要するにその選手がですね、はい、さあこれはエスプラスチャンス、お出したボールシュート出るぞ、シュート、キーパーこれは力がない、チョップキック、ちょっともったいないか、大榎今キーパーのね、ただ、はい、足元にね、ボールが入っちゃったんですね。ああなるほどね、ですからね、でもね、はい、あそこはね、トーキックつま先で蹴ればね、いいシュート行くんですよ。なるほど、ここね、ちょっと深く入りましたね、ですから足の甲で持ち上げたような格好になりました、はい、最後はそれだけ少しボールが緩くなりましたね、はい、また真正面に飛んでしまったんです ね、 ですね、これが当たりどころが悪くてゴールの端っこに飛べばまだ分かんなかったんですがね、はい、さあレオン監督時間がない、あと4分、5連敗になってしまうのかエスパルス。まあエスパルスの場合には優勝戦線ずっと周囲を走っておりました、ここへ来ての4連敗、サンフレッチェを追うためにはもう負けられない。フリューゲルス、アントラーズが11勝、エスパルスが12勝、このままずるずる交代ということもありますが、どうだシュート決まった、今度は正真正銘同点ゴール、トニーニョー、後半41分、トニーニョ決めて1対1、正真正銘同点ゴール。
ね一瞬にね長谷川をノーフリーあの全くフリーにしましたね、はい、壁を作ることだけを考えてましてね、はい、これはねジェフとしてはアンラッキー、あここでねボーっとしてたわけですね、はい、で全くの長谷川がフリーだったですね、はい、いやー最後はポストに当たったんですね、そうなんですね、再三嫌われておりましたゴールマウス、ようやくこじ開けましたのはこのトニーニョ、12ゴール目ということになります。まあ本当にジェフとすればね、一つのその一瞬の隙ですよね。そうでした、それも終了間際ですよ、はい、3分前ですよ、3分前ですからね、これはジェフ痛い。エスパルスはこれ追い上げ機運に乗っています。もうすでに同点に追いついて、このまま逆転劇があるのかどうか。残り時間3分、あと2分、さあこの位置からです。しかし前田さん、はい、私どもがトニーニョ今日ちょっとキレがないなんて話しておりましたが、勝負強さは残ってましたね。さすが、ね、ゴール前ではね、はい、やはりそういったその、匂うっていうんですかね、はい、ボールは持ってますよね。そうですね、大喜びのエスパルスサポーター、今日清水から駆けつけましたこの大応援団。そしてこのコーナーキック43分30秒過ぎています。1対1の同点で沢登り、右足がうなって、そして正面だ、シュートしたボールはクロスバーの上。いや乗ってきましたよこの動き、一つ一つが張りが出てきました、ね、そうですね、1点入れますとね、これだけ動きが変わるんですからね。そうですね、一方のジェフが心なしかシュンとしてますもんね。そうですね、もう八分通り勝利を手中にしていたジェフでありますが、残り3分というところで同点に追いつかれています。記憶も監督が試合前に、目的意識のあるチームってのはやっぱり怖いよ、4連敗は関係ないよ、まあ、つまり、ね、負けているから弱いんじゃないんだ、はい、今日は必死で来るという言葉がありましたが、まさに最後はそうでしたね、はい、さあこれはチャンス、越後ドリブル、越後前を見て、そしてサイドを変えて左サイド、リトバルスキーがワンタッチオッツェ、もう一度リティにワントゥーリターン、シュートシジマール、これは余裕がありました守備。さあこの高いボール、長谷川突っ込む、キーパー危ない危ない、最後キーパー太田キックで逃れましたが危ないバウンド。45分を過ぎました、インジュリータイム、1対1同点。さあボールを取ってパベル、いやーエスパルスが生き返りました、1対1の同点に追いついています。もう本当にね、やはりその1点の差っていうんですか、はい、ジェフはまだね負けてるわけじゃないんですけど、はい、動きが逆に止まりましたね。そうですね、ここで長いホイッスルが鳴りました。延長戦に入ります、1対1の同点です。